花尾哲郎の音楽魂。ああ、イエイ、明けましておめでとうございます。はい、皆様こんにちは、金尾城でございます。1週間ご無沙汰いたしましたというか、1週間じゃないよ、1週間じゃなかったね2週間かな、2週間になりましたね。今日はあのお正月新春のね、第1回目の、はい、音楽魂ということでね、まず紹介しましょう。松下俊美さん、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いいたします。まあでもいろいろね、ちょっとね、あの地震とかもあってね、そうですよね、いろいろびっくりしましたけどもね、うん、もう一日も早いね、復興をね、はい、祈るばかりでございますが、はい、今日はですね、新春スペシャルということで、はい、もう決まっております。はい、大体ね、お決まりです、うん菊田俊介さんです、はい、イエーイ、どうもこんにちは、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ菊田俊介さんも ライブとかがね、結構ね忙しいのでね。そうですね、おかげさまで、なかなか、ね、去年からねまたあのライブ戻ってきてっていう感じで、そうですよね、やっとね、やっと普通に戻ってきた感じですよね。そうですね、ですね、今日はね、まあ、ほとんど生歌中心にね行って、あとはまあ、今後 あのライブスケジュールなんかもねご紹介したりとか、はい、まあ明日からもありますよね。そうです ね、はい、それも後でご紹介しましょうかね。どうですか、この、まあ、今年の抱負とかっていうのありますか。抱負を聞きましょう皆さん、うん、そうですね、まあ特に今年だからというわけでもないんですけど、うん、まあやっぱり健康でね、1年間ずっと、うん、とにかく活動を続けていく、うん、であと個人的にはちょうどキングレコードから、うん、自分 の最初のアルバムが出てからちょうど30年なんですよ。30年、30年経つのすごいな。1994年にね最初出していただいたのでね、なので本当あの頃一緒にやっていただいたジュニアウルスだったりね、そうですよね、大先輩 の、まあ、あのアルバムに入ってる曲なんかもちょっとねライブ で、ね、ピックアップしたりとかで、うん、あとはねやっぱり新しいラブもちょっと作りたいなと、そうですね、まずは加納さんのをね作って、では自分のもみたいな感じでねちょっと考えてますけど、いやもう僕がねそれがねもう去年からね、うん、とんでもないことになってしまってねいますけども、まあ徐々に回復してきましてですね、不詳のごとく、いや本当そうですよ、今日ねスカワが届きましたこれ、これね、郡山ですよ、郡山ね、うん、服部郁夫さんがね作ってくださって直接ね、もう放送局に、めっちゃいいですね、もう初めて今見たんですけども、この不死鳥のフェニックスよね、不死鳥のごとく蘇ってね、まさに本当に、うん、まだちょっとね肺炎になっちゃったんで、うん、ちょっとまだあるんですけど、でも大丈夫そうですよね、まあ、歌とか声とか顔が大体そう全然、ね、顔がねちょっとこれ飲みすぎむくんでる、ね、そっちですか、そっちだちょっと飲みすぎ、これすごく凝ってるよね、ほら柄が入ってるのずっと音楽魂の ね、やっぱりね、この毎年毎年このね、うん、郡山のね郁夫さんの気持ちをね、うん、僕はもうずっと持ち歩いて、はい、全国ね、まあ、そろそろ僕もライブをね始めますので、はいはい、いろんなところに、ま、持ち歩いていきたいと思ってますけどもですね、はい、うん、ね、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ゆこちゃん、ね、ありがとうございます、はい、こうカメラにこうやってありがとうございます、俺パソコンにこれで振ってたもんね元気元気とか言ってそっちじゃないよね、何にも分かってないんだね、分かってないね、うん、ということでね、菊田俊介さんですけども、はいはい、まずちょっと生で言ってみますか、なんかいきなり、そうですか、そう、いきなり言っちゃう、まあまだいいか、抱負はってさっき言って、あ、そうそうそう、自分の抱負僕はね、だからそのやっぱ健康ですね、まあ ね、うん、ね、本当にね、奇跡的に命も助かり、まあ、がんの闘病をしてたんですけど、それもがん治療も全て終わりました。であと肺炎ぐらいですね、ぐらいっていうそれ一番苦しそうじゃないですか。いや、かなりでもね他のところに転移してたんだけど、正直な話、ね、その肺炎になった時に、うん、その がんの先生ってもう割と半年ぐらい付き合ってるんで、うん、馴染みがこうになってるじゃない、顔馴染みに、うんうん、それでがんに僕強いからもう絶対治りませんって言われてたんだけど、もぐら叩きみたいな、その抗がん剤をね、うん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 、
ずっとやり続けないともう治りませんって言われたんだけど、なんともなかったわけよ。ああそうですかって、もう絶対もう治るからってもう自分で信じ込んでたから。でその気持ちがあったのもあるんですけども、あっという間に消えたんですよね。あの10センチ以上あったんだけど肺は ね、 そうですよね。よかったよかった。で他のところの手術を先にやったので、外科手術も、あの小腸とか豊富だよ、うん、でまあ豊富だよねそういうのもあって、まあ健康だよね、うん、でそれそういうのも治ったしね、うん、だ具体的にはやっぱレコーディングのね、早く、ね、早くというか、まあそうそう、レコーディングっていうか、まあ、うん、新しいやつを作りたいっていうのがあって、うん、まあこの間しゅんちゃんともいろいろお話ししてね、あのいろいろね、あの、うん、あ、なんかいろいろちょっとね手伝っていく、うん、いただく、かなりなんかいい曲ねたくさんね、なんかもうあるので、いやいや、めっちゃ楽しみですよ。ね、あ、そうですね、ちょっと合わせてみたら、うんうんうん、すごいやっぱりギターがね、うん、いいですね。そうそう、だからあの、ま、あのいろんなね、あの方に登場していただきたいとは思うんですけども、まあ、基本的にはそのそういう感じでまとめていきたいのと、あと、まあ、ライブもね、うん、少し九州の方も行こうかなとか思ってるんですね。いいですね、うん、だからやっぱりね、会いたい人に会っておくべき、うんうんうん、行きたいところに行っておくべきだと思う、うん、つくづく、うんね、うん、ということで ね、2月はね、クレと、ね、あと米子とね、2か所ね、2月は行きますよ、そう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 、2月に ね、うん、あの、そうですね、しょうちゃんのね、飛び込みね、しょうちゃんっていうね、あの友達がいて、うん、みんなで集結するんだよね、すごいメンバーですね、うん、そこね、あの、あれちょっと俺間違えて、うん、ちょっと なんとなく勘違いしてました。うん、いや要するにチラシっていうかポスターが同じようになってたから、うん、あれなんだ、クレと米子って、あ、出演者が違うんだよね。出演者が違うんだね。そうですね。それごめんなさい、ね、同じじゃないから。そうですね。あの米子だけの人と。そうだね。そうそう。だから女性陣は米子だけ。そうですね。に集結。そうだよね。うん、サイミンとか、うん、あの、あとタミさんとか、ね。そうですね。そんな感じですよね。うん、まあ男性はそのままやるっていうことなんですね。うんうんうん、あれね、クレもね、そうだね。なんですよね。はい。ということでね、お楽しみいただきたいと思います。九州も行きたい、早くね、九州ね、新茶行くよ ね、うん、そうですね、はい、いつなの？ね、2月の終わりぐらいから行くんですよ。あ、そうなんですか、うんうんうん、どこ九州？今回はちょっと短いんですけど、うん、久留米ね、ファンキードッグだったりとか、はい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 、あと熊本、うんうん、あと長崎の諫早も入ってますよね、うん、で、あとどこだ、あの八代とかね、うん、熊本だね、うん、そうですね、ファンキードッグ僕何回かやらせてもらって、あそこファンキードッグってあのライブハウスね、久留米、うん、駅前にある、いい、いいお店ですよ、いや昔、大昔俺デビュー前に、うん、ファンキーっていうディスコがあったのよ、久留米、そうなんですね、そこで歌ってたの、ディスコで、そこじゃないじゃん、ファンキードッグ、違うの、うん、ファンキードッグはそこじゃないんだけども、うん、ファンキーっていうお店が久留米にあったの、うん、ディスコが、それでね、あのデビュー前にディスコで歌ってたよ、ディスコ今ある、うん、いやもう今はないけどね、ディスコディスコブームがね、うん、そういう時があったけどね、そうですよ、ということでね、お便りいきますか、うん、じゃあお便り、うん、ちょっとチェックしてないんですけど、まだ本当いきますか、はい、カナオさん、としみさん、鈴木さん、まっちゃん、うん、そして2024年初ゲスト、将軍オンザブルース菊田俊介さん、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。これは高知のひろしです。ひろさん、あ、ひろさんね、去年ね、お世話になりました、お世話になりました、ありがとうございます。昨年は菊田さん、カナオさん、としみさんの生ライブに参加できて本当に大感動でした。翌日には将軍様にお供して、登った高知城の天守閣の心地よさが昨日のことのように思いますが、本当ですね、ね、早年明けになりました。11月に生まれて初めて名古屋城に行きましたが、さすがに、何これ、大皇様に命じられて、うん、後の征夷大将軍、うん、家康様が、築城した名古屋城、まさに威風堂々、お城はもちろん、加藤清正が作った石垣も金のシャチホコも見事ですが、お城の中にはほとんど入れなくて、うん、天守閣には登ることすらできないです。あのね、やっぱりこの間もね、ちょっと上までね、あの、そのお城の話したんですけど、高知はね、もうすごい自由。自由ね。あんな自由に
上まで登れてさ、あの外まで見れるじゃん、ね、めっちゃ良かったですよ ね、 そうですよ、風を感じて、ね、癒されてね、うん、本当一番上でね、そうそう、あんなとこないね、気持ちよかった、そう、あそこに自由、あそこまで自由にはね、他は見れないんじゃない、終わりの方には申し訳ないけど、うん、思いっきりがっかりって帰りながら、うん、高知城の良さを改めて再確認しました、そうよ、高知城素晴らしいよ、また、将軍様や加納さんの生ライブを楽しみにしています、今年もどこかで参戦したいです、はい、年始めから能登の大災害、いろいろ不穏な年明けですが、うん、皆様には体を大事になさって良い1年にしてください、はい、See you、はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。もう岡崎さんがね、いろいろね、またひろし君よろしくね。そう本当にもうひろさんとね、結構熱く城の話とかも語って、ね、そうそうそう、すごいよく知ってんだよね、ひろさんね。その長宗壁の話から、加納さんは変わった壁だという、それを高知には変わった壁があるというね。なかなかこの朝一なんかめちゃめちゃいい感じ受けてね。いやいや、詳しい歴史が好きな人ね。ね、楽しい旅でした、あのね、高知って意外とそういうね、歴代大体有名な結構いるから、うんうんそうですね、好きな人はたまらないそうですね、うん、結構偉人がいるんですよ、ね、本当幕末はね、幕末も活躍した人いっぱいあるしね、そう、板垣大輔とか中江町民とかいろいろいるんですよ、リベラリストが ね、発祥の地と言われてますけど、そうすごいね、でもね、びっくりした、こんなにたくさんいるんだなと、初めて行ったのね、そうそう、初めて行ったからね、びっくりしました、またね、今年もぜひね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみにしてます。ね、よろしく。今日はね、1月5日でしょ、うん、私事ですけど、うん、いいですか、ちょっと。はい、うちの母の誕生日、101歳になりました。わー、すごい。101。101よ。おめでとうございます。すごいね、ありがとうございます。電波を打ついて、おめでとう。101匹ワンちゃん大行進じゃない。まあ、101匹ってすごいよね。101歳。100年よ、101年。素晴らしいですね。素晴らしいね。100歳まで生きるってすごいね。うん、でもね、そこの施設はね、母は3番目ぐらいなの。うんうんうん、もっと上が、だから10人ぐらいいるよ、100歳超えた人は。びっくりしました、 そ、ね、その名簿を送ってきて、結構だからね、やっぱりその昔の人っていうのはその食べるものでもさ、結構そんな贅沢もしてないけども、うん、やっぱきっちりしてんだろうね、あとはあのやっぱり戦争とか経験してる人は、そうそう、精神的にさ、ちょっとやそっとで落ち込まないと思うよ、うんうん、負けないっていうかね、うん、本当にそれはあるかもね、うん、だって戦時中だから、あの刀とかそういう鉄のものとか埋めて隠したとか言ってたの、うんうん、ああそうなんですね、過去のなんかそういうね、うん、刀があって、うん、このくらいの、うん、そういう話を聞いたから、そういうことから考えたら全然ね、今平穏な感じじゃない、うん、ね、みんなありがとうございます、時間いただきました、そうそう、そう、あの素晴らしいですね、お誕生日101歳、うん、101ですよ、すごいです、いやすごいな、今普通にあのお元気なんですか、普通にって、まあ、あの意識はちゃんとしてるし、ご飯もちゃんと食べられるし、うんうん、あそうなんだ、うん、口から物が入るっていうのはいいよね、まあ、そこは大事、うん、ね、一番大事だね、うん、僕もね、それで病気治ったみたいなもんだもん、食欲が全然落ちなかったの、それは大きいね、それは素晴らしいですね、みんなね食べれなくなるらしいんだけど、うん、それがね最初から落ちなかった、うんうん、だからそれがなんかものすごく良かったみたいな、うん、それはいいよね、うん、素晴らしいですね、素晴らしい、これちょっと読みます、はいはい、大丈夫、まだ、はい大丈夫ですよ、これはね多分笑顔さんだと思う、うん、はい、加納さん、としみさん、鈴木さん、ゲストのしゅんさん、明けましておめでとうございます、おめでとうございます、もよろしくお願いします、よろしくお願いします、元旦からとんでもないことが次々と起こっていますね、うん、地震の被害に遭われた方、うん、被災された方、また飛行機事故に遭われた方には、うん、心よりお見舞い申し上げます、一日も早い復興を願ってやみません、さて2024年音楽魂の新春恒例のしゅんさんご登場、新しいスタートにしたいですね、はい、去年はしゅんさんの日本全国制覇おめでとうございます、ありがとうございます、あ、全国制覇だった、制覇だったんだね、うん、高松か、そう、そうですね、高松残すとこ一軒だった、そう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 、だけどそれもすごいと思ったんだけど、うん、ちょっと脱線するかもしれない、アメリカだとあと3州だけなんだって、しゅんちゃん全米回ってて50州のうち47州はライブやったんです、そこっちの方がすごいと思って私そうそうそう、あと3州あと3 州, 3州でも1個はハワイなんでね、そう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 、ハワイはさ、だからぜひトミーと、ね、ですね、セッティングしてもらって、年内にね、年内にね、うん、
ハワイとあとなんだっけ、あとね、ノースダコタと、はい、あとバーモント、バーモント州、それだけ残すところノースダコタとか大体人が住んでるのかって感じで、ね、ノースダコタはね農場じゃない、まあ基本的にね、なかなかね、ライブやってるとこあるのかちょっと分かんないですけどね。私昔ね高校の時にベンパルがいて、それがノースダコタのケビン・ダンフォードっていう人だったけど、そうなんですね、そう農場やってますとか言ってたよ、お父さんね、そういう、あとバーモント、バーモントですね、行けるといい ね、 ですね、ですね、それもぜひ実現したい ね、 ね、それすごいね、すごいと思わない、それいつ頃回ってたの、まあ、やっぱりあのジュニアウェルズとか、うん、あのココテイラーとかとね、はい、ずっと思って、特にやっぱりココとも10年近くやったのでね、はい、本当ツアーあちこち連れてもらったんで、はい、うん、すごいと思う、全米って、うん、だって州から出たことない人も多いと思う、うん、そうですね、アメリカ広いからね、そうですね、すごいなと思って、うん、すごいね、すごくない、すごい、そのもう本当素晴らしいと思いますね、そして音楽魂の皆さんとお会いできて、なんだか私もファミリーの仲間入りさせていただいたような感覚に、ね、夢みたいな時間でした、そう、はい、お会いしたもんね、そうそうそう、初めてお会いして、うん、今年は鈴木さんにお会いできるといいなと思って、はい、はい、と密かに願っています、はいはい、岡山倉敷高松高知の西日本ツアーも実現できたらいいですね、いいですね、あ、いいですね、そうそう、この次は、海岸寺のお相撲さんの金剛力士像も案内できる、あ、あるんだ、海岸、海の海岸の寺、うん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 、もご案内できればいいなと、夢は願いは叶うと言いますが、今年はしゅんさんとかなおさんのレコーディングの CD 発売も実現し、しゅんさんの全米制覇も達成できるよう夢が必ず叶うよう願っています、あ、すごい、ありがとうございます、あら4枚だから、すごいね、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、そしてかなおさんの体調も良くなられることを、はい、心から願っています、 ありがとうございます、ね、ノートにメモっていた言葉があります、はい、どんな日もどんな人でも幸せの種まきに心がね、心がければ、うん、今日の一日を素晴らしいものにできる、うん、どんな、雨風台風の日も一生懸命良い種まきをすれば一歩前進、意味ある一日になる、辛い日も苦しい日もあるけれど、小さな種まきから芽が出て気になり、枝葉をつけて花が咲いて実るんですよね、うん、今年も一年健康でツアーを無事に達成できるようたくさん応援していますので、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、リクエストは Let My Soul in Chicago、はい、お願いします、うん、ありがとうございます、孫たち、お正月に孫たち3人8歳6歳4歳で泊まりに来た時にリクエストされ、延々とリピートスピーカーから流すと楽しそうに3人で踊ってましたって高校にブルースマンが誕生しますね、すごいね、すごいね、エイテはシカゴはアメリカにあるんだよ、音楽があったら人の心が優しくなれるんだよ、誰か音楽ってないとダメなんだよ、あ、だから音楽がないとダメなんだよ、うん、音楽って大切なんだよなって話しながらシカゴの曲を口ずさんでいました、うん、素晴らしいです ね、 すごいね、ありがとうございます、あとはラブラブラブ、ね、でも何でも OK です、はい、これから寒い日があるかと思いますので、うん、皆さん体調に気をつけてお過ごしください、年末空を見上げたら、竜みたいな雲を 見たので送ります、はい、竜みたいな、ね、写真をね、うん、あのコピーして送ってもらったのかな、これ、あ、それがこのカラーの、カラーのこれ、あ、本当これ、どっちどう見るんだ、あ、本当だね、竜、わー、すごい、あ、本当だな、本当だ ね、 ね、どうか、どっちだ、そのものですね、これ ね、 ね、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、竜のようにね、あの上り調子で ね、 ね、 ですね、頑張りましょうね、皆さん、はい、健康に気をつけて、はい、江川さんありがとう、江川さんありがとうございます、リクエストもらっちゃったから、はいはい、ね、ですね、ね、じゃあ、じゃあ子供たちも聞いてると思いますね、子供たちに向けて、でも嬉しいです、いいね、嬉しいですね、嬉しい、ちびっ子がね、うん、ほんとね、うん、そうですか、わかりました、じゃあちょっと今アンプをはいはいオンにして、オンにしました、やります、じゃあ新春第一弾、ちょっとあのオープンチューニングであのスライドでこれあのブルースカンパニーの、 あの CD に入ってる曲なんですけど、はい、ね、あのリーちゃんとこれ2人でね、あのアコースティックでやってるやつなんですよ、はい、Left My Soul in Chicago、 じゃあ聴いてください、 Left My Soul in Chicago、 I'm gonna have to get it one day、 Left My Soul in Chicago、
I'm gonna have to get it one day. I've been running all empty since I left one my way. Left my blues in Chicago. I'm gonna have to play it again. Left my blues in Chicago. I'm gonna have to play it again. Wanna stop those clubs, make you sweat. Here's a big mama sings, she's getting hot, having so much fun. We are just hot to trap the blues in Chicago. I'm gonna have to get her one day. Wanna come back to the old place where my heart felt no strain. Yeah. In Chicago, I'm gonna have to get it one day. Left my soul in Chicago. I'm gonna have to get it one day. I've been running on empty since I left one more way. I've been running on empty since I left one more way. I've been running on empty since I left went my way. Yeah. ありがとうございます。気持ちいいね。Thank you so much. どうもありがとう。ね、リクエストに答えていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。気持ちよかった、うん、スライドいいね、うん、まずはココテラさんと一番長いんですよね、はい、そうです、まあ、ここも長いんですけど、うん、もう一人ちょうど去年亡くなったんですけど、 J.W. ウィリアムスっていうね、うん、ベーシストでシンガーいるんですけど、 J.W. とはね15年ぐらい足掛け一緒にやってる。 J はねそれこそ初期のキングレコードのアルバムとかもずっと彼が歌ってベース弾いてくれてるシーンで、日本にも2回か3回一緒に来てるんですよ。なので J がね自分にとって一番まあ身近なブルースの先輩だったかな。前半はもう本当に J にもうお世話になって、で、まあ、後半あとはここにみたいな感じ、うんうん、でココと一緒にやってる時もJ.W. ともずっとキープやってたんですよ、うん、で大体ココは週末どっかにツアーに行ってみたいな感じが多かったんでね、うん、なので平日は J.W. と一緒にやってみたいな感じでこう両方並行してやってったみたいな、うんうんうん、すごいね、本当もう素晴らしい。それから、まあ、いろんな方をご紹介していただいたりとかってもあったんですかね。そうです、そうですね。ココさんに、まあ、ビビキングとか、うん、そこら辺、そう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 。だから本当シカゴ行ってちょうど10年目にココのバンドに、うん、まあ、入れてもらって、うん、でやっぱりココのバンド入ったらもう本当世界が変わりましたよね、やっぱりね。あーね、うん、本当にやっぱりもうやるところもねやっぱり一気に大きくなったしね、うん、やっぱり世界中もあちこちツアー回ってフェスティバル出てみたいな。でやっぱりフェスティバルで一緒になる人たちがやっぱりBBキングだったりね、バディーガイだったり、うん、ロバート・グレーだったりとかね、ボニー・レイトとかも一緒になったことあるしね、うん、すごいな、うん、そしてやっぱりメジャーな人たちがすごく、ね、うん、一緒になったんでね、うん、すごいですよ、すごいね、うん、やっぱりでも そういうことがこうずっとやれたっていうことはやっぱり一つはしゅんちゃんの性格とかもある。まあ性格はちょっと分かんないですけどいやでもその性格はいいのよ、うん、性格はまあね
ただねやっぱ一つ今思うのは、うん、本当に若かった時から、うん、まあ、自分を買ってくれて、うん、バンドにこう入れてくれた人たちがまあいたっていうかね、いつも一緒にやろうぜなんて言ってそれこそ JW みたいに言ってくれた人たちがいたのでね、うん、もうずっと向こうでやれてたかなって、うん、多分思うんですよね、うんうん、そういう人いなかったらね多分やっぱりあ俺ダメかななんて思ってね日本に帰ってきたかもしれないけど、うんうんうん、いつもやっぱりこう拾ってくれる人がやっぱりいたっていうね。でもそれはやっぱり実力があったからよね、うん、まあ、それプレーもあると思うけどね、うん、プレーもあるし、うん、やっぱり人間的な魅力、そういう人間的な、うん、それは大きい、ね、あるんじゃないかなと思うけどね、うん、ビビキングっていうのは、まあ、確かうちの父と同じ年なんですよ。そうなんですね。そう父と同じ年、同じ年で父がね、なんかがんやっぱ肺がんで亡くなって、最終的にはまあ血液のがんだったんで亡くなったんだけども、その前にうちの兄がなんか元気づけるためにね、ビビキングの映像を見せたらしいのよ。それもすごいね。それもすごくないの、この人色が黒いばって元気がいいのっていう。もうちょっとこれすごく映像を見せるのがビビキングっていうのもおかしいね。いや面白い。確かねオスカー・ピーターソンとビビキングとうちの父同じ年だったよ、すごい人と並べるんですよ。そうなんだ。そういうね、でもビビキングってどういう人だったんですかね。まあビビキングはやっぱりもう本当にとっても大きな人ですよね、やっぱね。もうなんかね完全にもうズバ抜けてその本当に大物だったから、うん、だからもうなんていうのかね、やっぱりこう存在自体がものすごくなんか大きかったっていうか、うん、なんかこう大木イメージとしては、うんうん、ものすごくこう大木があって、うん、その大木の下にこう俺たちいるから、うん、こう上見てるともう全部こう木みたいな感じ、まあ、なんだけどどのぐらいその木が大きいかっていうのは、うん、多分ね分かんない。それがもうすごく離れてみて、うん、ものすごく後ろから見た時に全体像がこう見える、まあ、多分まだ今の俺たちの時代だとどのぐらい BB キングが大きい存在だったかまだ分かんない。これから多分100年とか200年とか経って振り返った時に、あ BB キングというのはああいう功績のあった人なんだなっていうのが見えてくるぐらいのそういう人だと思いますよね、多分ね。ブルースって今120年とか30年ぐらい多分歴史が、まああるんだと思うんですけど、うんうん、そのうち70年以上トップでずっとやってきた人だからね。だからやっぱものすごく大きな功績をやっぱり残した、うん、人だよ ね。だからエルビスとベイビーってね、うん、そう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 、昔ね、メンフィスの友達だったんですね、うん、だから映画見た時に、ね、映画見た時にね、なんか言ってたけどね、やっぱりエルビスはもう売れるんだって、うん、出したら売れるって出したら売れるけど、うんうん、ブルースはそうはいかないからね。やっぱりそれとやっぱりこう黒人さんのね、やっぱりハンデってのはすごくあったと思いますよね。なるほど。あの映画を見るとすごいよね、歴史はね。そう、うん、であれパーカー大佐がさ、最初エルビスの聞いた時に、黒人だと思ったんだよね。あで聞いた時に、多いじゃねえかっつって、うん、で彼が白人だって聞いた時に彼の目が変わんだよね。お白人かっつって、売れるっつって、でそれで売り出した。はあ、そういうこと。そう、当時はそういう時代だからね、うん、だからこうエルビス白人なんだけどすごくその黒人っぽく、うん、あのエッセンスをこう、うん、がっつり自分のものにして歌ってたっていう、うん、っていうね。だからすごく白人と黒人のこうハイブリッドでしたよ ね、完全にね、そうだけど、エルビスは海外出てことないんだもんね、そのパーサーのせいでじゃないけど、BB はね、いろいろやっぱり日本にも来たりできたけど、なんか150カ国ぐらい行ったとかついてたからな。へえ、すごいですよね。すごいね。世界何カ国あるんだろうね、感じ。200カ国近くあるんでしょ、国連になんかね、うん、ちっちゃいところも、うん、すごいよね、ほとんど行ってるでしょ、だって。素晴らしいね。素晴らしいね。で、まあ例えばしゅんちゃんはそのシカゴだけじゃなくてね、はい、そのアジアとか、はい、そういうとこの、うん、まあ、ブルースシーンとかともやっぱり親しくなって、はい、まあその中国でこの間ね、もうすごく人気が、うん、すごいショーになってたのを写真で 見させてもらったんだけども、やっぱりかなりそれやるためには時間がかかるじゃないですか。そうですね、10年とか、そこら辺がこうあって
今がだんだんあるっていうかね、そういうふうになってくるんだろうなとか思ってね、なかなかそこまでやってる人ってなんか日本にいないのよ、いうような気がするんだよね。なんかまあもちろんブルースはやってる人たくさんいると思うんだけどね、なんかこう、なんかほらアジアは特にそうだけど、その影響を与えてるっていうかね、まあそういう人ですよ、だから選ばれし人ね、まあ、でもそういう意味でやっぱりこっち今日本にね帰ってすごく良かったなと思う、本当にもうアジアのいろんなとこにこう、それもう行けるっていうかね、まあ、こう開拓してってるっていうかね、それこそさっきのビビの話じゃないけど、何年か経った時にやっぱりしゅんちゃんがいて始まったっていう人がいると思うよ、ブルースをね、そうそう、すごいと思います、ね、うう影響はインフルエンサーじゃないけどね、まあ、ね、いやそうですけどね、いやいや、そういう立ち位置に私はいると思う、だ行くんだよね、またね、そうですね、中国とかね、そうですね、やっと海外もね、そうですね、2月はねタイに行って、で3月はフィリピンとあと中国に行って、で4月は多分台湾に台湾、行くかなっていう、で夏はね今度フランスに3ヶ月ぐらい、あ、3週間か、あ、行く、行く予定でいるんですよ、夏はね、いいね、3週間ね、そうでね、今年はちょっと海外にもたくさん行って、そう、ね、もうそれこそハワイにもね行きたいしね、ハワイ行きたいよね、そしたらあと2週になっちゃうからね、ぜひぜひですね、ね、ねご活躍、その時はあの加納さんととしみさんもぜひ一緒にね、私は行く、ね、絶対行く、ハワイね、みんなで音楽魂でちょっとみんなで、ね、音楽魂インハワイ、このフラッグを持って行きましょうよ、そうそうそうよ、行きたい ね、 ね、でも海外嫌いめらしいから、え、海外嫌いし、あ、そうだ、嫌いじゃないよ、いや飛行機がだね、熱海の方が行く、あ、そうか、そっちか、やっぱりね、ハワイアンの常磐シャーシーやろね、ハワイアンセンター、ハワイアンセンターぐらいでいいんだけど、ね、まあまあまあ、まあ日本のほらツアーもやっぱちょっとこれ言おうかね、それ、明日ね、明日から毎年ねやってる恒例ジャムセッションのジャム大会、はい、これはどこですか、これはね中野ですね、ブライトブラウンです、ね、ブライトブラウン、これもねちょっとソールドアウト、ソールドアウトね、はい、これは明日ですね、明日です、ジャム大会ということで、はい、これみんなセッションするのね、はい、はい、7日、1月7日、はい、日曜日なんですけど、あの栃木県の足利市ですね、足利市、はい、でここはサウンドジムっていうとってもやっぱ素敵なねお店があるんですけど、あのサウンドジム、はい、春菊とトリオで、はい、はい、やります、片野篤史君 と、ね、あと金指さんね、ドラマはね、はい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 、渋い、これ3人でやります、うん、これもね本当毎年、あのやってるんですよ、これ1月7日です ね、 ですね、これ、コンサートホールなんだよ ね、 あのね、足利が、これコンサートホール、サウンドジム、コンサートホールって、足利は栃木県は、栃木県ですね、足利市一番西の、ね、もう本当群馬沿いの、群馬沿いですね、なるほどね、これ1月7日、はい、それでねこれ12、13これも氷だよね、これ1月12日1月、はい、12、13ですね、来週の金曜日ですね、千葉ですね、来週の金土、金土です、千葉市のジャムと、あ、レストランジャム、そうですね、はい、あとはモテヤワタのクールジョジョ、クールジョージョですね、はい、これも毎年ねやってるんですけどね、あのおなじみのメンバー、ね、そうですね、同じのね、千葉のもう素晴らしい、もう最高のメンバーですね、最高のメンバーですね、地元でやります、ぜひね、あとこれです、はい、これはね1月24日、韓国の、はい、24日水曜日なんですけど、公園のジロ基地で、はい、韓国のキム・モキュンさんがあの来られて、はい、でジャパンブルース、あ、ジャパンコリアブルースナイトっていうのね、ブルースナイト、コリアブルースナイト、はい、そうそうそう、あのベースの赤井くんがあの中心になってこれあのまとめてくれたというか、 あのね僕ね、キム・モキュンとは、はい、あのフェイスブックでつながってるんだけど、でぜひラジオもね来たいっていうことだったんだけど、今回ちょっと時間がなかった、時間がないみたいですね、キム・モッキョンさん、はい、モッキョンさん素晴らしいですよ、ね、モッキョンさんとはねもう10年以上前にあのジャカルタで、はい、あの初めてねあのフェスティバルで会って、あ、うんうんうん、あそうですか、一緒にやろうねなんて言ってであの、時々ねあのジロキシでやられたりしてるんでね、自分もちょっと遊びに行ってみたいな、あ、そうです、で今回は今回で初めてですね、一緒に一緒にジョイント、これは1月24日水曜日、水曜日ですね、高円寺ジロキシですね、はい、はい、ぜひ、まあ、とりあえずこんな感じかな、こんな感じですね、はい、近い、はいはい、よろしくお願いします、ね、ぜひ、ね、あとはね時間があればホームページに書いてありますから、はい、ぜひご覧ください、はい、はい、ね、ということでね、はいはい、今日は菊田俊介さんにね登場していただいておりますが、いかがでしょうか皆さんね、ね、うん、生ギターせっかくなんで加納さんの歌みんな聞きたいんじゃないですか、いやいややっぱり、ね、いやもうね自分も僕が声が出るか出ないかみんなもう
ハラハラしてる。いや、ハラハラしてる。ハラハラ。ヘラヘラじゃないよ。ハラハラ。ね、歌大丈夫でしょう。この間ね、カノハのところでちょっとね、踊らせた時もバッチリいい感じで。それがもうちょっとあんま覚えてないです、酒飲んでちゃって。あれ、何をやるの？何やるの？ダイナマイトしますか？ね、ダイナマイトやろうかな。ね、どうぞ。いいですか？はいはい。ここはリバーサイド、行き場所のない男の住みか。浮いた話は数あるけど、夢を見ましょうリバーサイド、人よ限りの切ない恋に。心はパラダイス、ダウンタウンあたりのネオンが揺れる、この世の闇、行ってみようかリバーサイド、街角に立つ女の涙、夢と希望はまだあるけど、しぼみかけてる心に花を咲かそう怪しい歌。ということでダイナマイト、はい、ね、お送りしました。イエイイエイ、大丈夫ですか、歌詞が飛びましたね。どうしたんですか。ちょっと暑かったね。暑かった。暑かった。飲んでください、お水を。暑いのが我慢した。ね、
まあでも徐々にね、あの回復には向かってますから、ね、大丈夫でしょ。全然大丈夫。大丈夫ですか。ね、というか加納さん見てるともう 何事もなかったかのような感じですけどね。顔つき変わってませんよね。あ、そうそう。全然。うん、そうだけど、つやつや。最初に僕30センチあのお腹切ったから、うん、それを忘れてて。今日忘れないよ。で俺2ヶ月後からもう始めたからね。2ヶ月か、いや2ヶ月か3ヶ月後に、うん、ライブとかラジオとか始めちゃってたから、って考えたら。腹筋が使えないわけよ。あ、切ってるわけだから、30センチも。痛々しい。そうそう。なんか それを忘れてて。怖いね。最近ちょっとトレーニングして、あ、腹筋そういえば、あの忘れてたなとか思って。だから それぐらいなんか早かったね。スピード、早くやってた。まあ、なんか来てる。あ、これね。はい。アトランタの。ストーン高橋さんね、この前帰ってきてたんですけど、あ、うんうん、あ、今回会えなかったね、今回会えなかったね、皆さんにね、加納さん、松下さん、鈴木さん、はい、本日の本日のゲスト、将軍オブザブルースオブブルースだね、うん、菊田俊介さん、明けましておめでとうございます、うん、おめでとうございます、今年のお正月が元旦から大変なことが起こり団体的だなと、私も年末年始と日本にいたのですが体調を崩してしまい、改めて普通であることのありがたさを思い出しました。加納さんも自分の体が自分が思っている状態じゃないことが長く続いたと思います、うん、でもその時期も過ぎ解放に向かっているところこと喜ばしい限りです、うん、本日のゲスト、はい、菊田さんが出演されるときは私はスイートホームシカゴを何とかの一つ覚えのように繰り返してリクエストしていましたが、うん、せっかくなので新年ということで、うん、今日もリクエストさせてください。でももちろん別のナンバーでも大歓迎です。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。あのアトランタのね、うん、あの今回本当会えなかったね。本当ですね。でもなんかあの怪我した転んだとか言って、あ、そしてそれで、うん、擦り傷したまんま温泉行っちゃったら可能しちゃって、すごい腫れたのって、それで熱が出て、あ、そうなんだ。で帰りはほら例の事故の影響でちょっと遅れたりなんかしてね。うん、あ、そうなんですね。ちょっとあの大変でしたね。大変でしたね。うん、まあでも新年早々気を引き締めて皆さんね、旅が多い人はね。そうですね、そういうこともあるから、うんうん、じゃあ今日はつとむさんのために、ね、はい、つとむさんのためしゅんちゃんと初めてねやるんだけど、マイフレンドいきましょうか。はいはい、初めてどうだろう。かなおさんのリバーブをちょっと上げてもらえますかね。かなおさんのね、ボーカルのね。になったよ。朝の白い光の中、マグノリアの花が咲き、雨が舞う。覚えているか、溢れるほどの夢を。熱くなって追いかけた。掴んで奢ってくじけて倒れ、泣いて笑って飲んだあの焼け酒。お前の手を握って立ち上がった you
to see you soon. ということでね、アトランタの千園高志さん、決まりね。慣れてきたな、このね、歌に。なかなか歌えてるじゃないですか。大丈夫でしょ。これも決定ですね。まあまあ、レコーディングね。こんな感じでいいんじゃない。ちゃんとレコーディングしてないからね。もうちょっとやっぱアレンジもちょっと頼んで。でもこんな感じでいい感じね。うん、なんかこうシンプルで、なんかね。ああ、そうですね。あんまりこうわーって入らなくてもいい感じ。まあそれね、出します。まあ、バンドでやるとどうなるか分かんないけど、まあ、こうやってやってみるとだんだん ね、イメージが湧いてくるからね。そうですね、一個ずつ ね、うんうん、どうですか。めっちゃいい曲。いやいや、あのちょっと長いんですよ、うん、これね。長いかな。これね、全然別の曲で書いてたの。ああ、そうですね。8ビートのスプリングスインみたいな感じの曲ボツなで、一番最後の歌詞が、うん、あの、あ、何、飲んで歌って踊りやかそう、うんうん、マイフレンドみたいなことがあったんですよ。でそれに向かって俺はもうこうバーンって広がる感じで書いたわけ、うん、で、あのもう8ビートで、うん、でそこでボーンと締めて、それを聴いていただいて、これ最高師範が作られた曲なので、うん、あの、なんだっけ、あの大山空手のね、うんうん、最高師範大山康彦さん、うん、で、そしたらあの最高師範が最後、カノさん一番最後の歌詞ね、それちょっと削ろうかなって言ってマジっすかみたいな、うん、メインとそれでもう全部バラードに変えたんです。なるほどね。でもいい歌詞だから、これ長いから詞が、うんうんうん、だから最高師範のね、うんうん、詞を削るっていうわけいかないからね、うん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 、でもいい忠実にいいんじゃないですかね。良くなったね。うん、すごくいいですよ。そうそう、それで作ったんだけどね。うん、
よかったよかった、うん、しゅんちゃんとやったの今日初めて、そう初めて、うん、どうでしたしゅんちゃんこれ率直にいい感じ、ね、この間飲みながらちょっとね、加納さんのバックでちょろちょろっと弾いただけ。本当にもう俺酔っ払ってさ、あんま覚えてないんだよ。一目でやるのも今日初めてですね、これね。お酒はね、一応あの OK もらってんだけど。OK もらってるんだ。そうなんですか。お酒はいいんだ。いや、お酒はいい。いや、飲んだ方がいいらしいよ、これ。あ、本当に、うん、言われなくても、まあ、ある先生に言ったらあの最後に焼酎と日本酒処方してくれるからね。あ、そうなんですね。そうそうそう、これは言っちゃいけないじゃないですか。内緒ですけどね、ね、うん、ということは、まあっという間のあれですよ。しゅんちゃん今日最後そうなんか歌ってほしいよ。そうですか、うん、じゃあそれじゃあ、ね、さっきじゃあリクエストいただいたんで、うん、スイートホームやりますか。やりますか、ね、じゃあかなさんもぜひ、はい、じゃあのいいで、うん、登場していただきましたけども、最後にちょっとパックス行きましょうか。これね、はいはい、途中からかな、出来事途中、うん、なんだろう、1枚が足りない。2枚です。2枚、うん、もう1枚
え、でき、なんかこう途中からになってんですけど、新春スペシャルは恒例となりました、うん、はいはい、春さんの登場ですね。毎年去年の11月は、うん、毎度だ、はいはい、11月は本当に残念ながらツアードライバーと重なってしまい、うん、佐賀でもお会いできませんでした。皆さんの投稿などで楽しさは伝わってきました。これはね、ミキさんです。あ、ミキさん、ね、今年はカナオさんもそうだし、復活の年にしたいですね、うん、はいはい、これも恒例となってますけど、皆さんの今年の抱負も聞かせていただき、はいはい、前向きな放送を楽しみたいと思います。今回はリクエストありませんが、こんな時こそしゅんさんの名曲 When You Feel Lonely の歌詞のごとく、はい、寂しい時こそ自分を愛し、泣きたい時は素直に泣いて、そして強くなっていきたいです。ありがとうございます。はい、ありがとう、ミキさん、ありがとうね、ありがとうございます、ね、また ね、九州で会いましょう。ぜひ次回は ね、今回は会えるかな、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、あっという間の1時間でしたけどもね、今日は菊田俊介さん新春スペシャルということですね、はい、ちょっと話足りなかったことがたくさんあるね、まだね、あるよね、うん、まだちょっと時間あるまだ、うん、もうそろそろね、あ、本当締めちゃうお相手はお相手は松下としみと、はい、菊田俊介さんでした。ゲスト、ありがとうございます。で、金尾芳郎でございました。来週のゲストはですね、山本教授さんですね、楽しみいただきたいと思います。 See you next time。あの人は今はない。